皆さんこんにちは。横浜市会議長の梶村美澄でございます。 3.11 を忘れないということで、昨日と今日盛んに当たりまして、横浜公園、そしてここは象の穴パークと言いますけども、そしてまた山下ふ頭等にですね、先ほど風評の話がありましたけども、そうしたことのないように、3軒から多くのトラックがですね、現地の品物を持って横浜に来ていただいております。そこの駐車場もですね、全て横浜市と神奈川県の施設で受け入れを出していただいているところでありまして、そこに限りの応援をしてくれているところでございます。さて、11日には私ども横浜市会もちょうど会議中でございますけれども、国葬もさせていただきたいなと、このように思っているところでございます。思い出すと5年前、平成23年3月11日、私どもはちょうど統一地方選挙の真っ最中でありましたので、今でも思い出しますけれども、あの時のもののなさとかですね、私たちも乾電池がないとかですね、いろんなことで苦労したそういうさがありますけれども、知事も戦車を使わずにですね、全て歩いて選挙に行こうとかですね、そんなことを今思い出しているところでありますけれども、それから5年経ってまだ17万の方がですね、まだ仮設住宅にお住まいだということでございますので、またぜひ日本全国を挙げてですね、次のご支援をよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。横浜市副市長の渡辺でございます。あの日から5年目を迎えるにあたりまして、もう一度あの東日本大震災を経験した者として、この時代を生きた者として、決して 3.11 を忘れない、これを風化させないという決意を新たにしているところでございます。そして行政の者として、市民の皆様と一緒にこれを契機にして進め始めた防災減災のまちづくり、安全安心なまちづくり、これをしっかりと進めていこうということも合わせて決意をしているところでございます。どうぞ引き続きのご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。